皆さんこんにちは、ダイレクトカーズ船入と申します。ただいま厚木店オープン1周年記念イベントを開催しております。様々な特典がある中で職能者のご用意がありますので、今回はその中でもこちらのリトリート NV ポップをご紹介していこうと思います。それでは早速中を見ていきましょう。はい、このようにまず目に飛び込んでくるのがこのウッド調ですね。壁を本物の木で作ってますし、家具も本物の木で作ってますので、ログハウスにいるような内装の印象があるかなと思います。そして何を言ってもですね、ボックスが半分を占めております。このボックスの中には、サブバッテリーであったり走行充電であったり、そういったこうバッテリー系の電装が入っております。で、これを使って後ろの、はい、ポータブルの冷蔵庫であったり、そしてなんといっても目玉の、はい、クーラーですね、クールスター、こちらも先ほどのバッテリーから動かしております。これを搭載している NV の車両はなかなかありませんので、すごくレアな車両になっております。そして下の方ですね、家具のところにこういう金具がいくつかご用意があります。これはですね、荷物を固定したりですね、いろんな固定用のフックとして利用することができます。はい、そしてなんといってもここにちょっとした輪っかがあります。実はこの車両ですね、ワンちゃん連れのお客さん、それこそあのペット連れのお客さんであったり、一人でこう車中泊であったり、二人で車中泊ですね、快適に車中泊をされたい方向けに、作成しておりますんで、こう至るところにリードを引っ掛けるフックであったり、ゲージを固定するフックであったりをご用意をしている次第でございます。そしてあのスイッチパネルもですね、ご用意ありますんで、ここであの集中して電気であったりルームライトであったりですねを操作できます。もちろんインバーターも搭載しておりますんで、あの家庭用の電気ですね、このものも使用することができます。続きまして、後ろから見るとこんな感じです。はい、あの半分がボックスになっていて、もう半分がベッド状にフラットになっております。これマットは取ることもできるので、自転車とかですね、大きい荷物があるときはこれをマットを取ってもらって、先ほどのフックでこう片方に固定してもらって、自転車をですね乗せることが可能になっております。はい、そして、先ほどの画角では見えなかったこちらモニターですね、実はテレビモニターもこちらの展示車には標準装備になっておりますので、くつろぎながらテレビを見たりとかもできますし、テレビを見ながら先ほどの冷蔵庫で冷やした飲み物を出しながら、横には平らなテーブルがありますんで、ここに物を置いてこうゆったりと車中泊ができるかなと思います。もちろんこう夏とかでもですね、クーラー搭載しますんで、クーラーで涼しく快適に使っていただけるかなというふうに思います。続きまして、外装の紹介です。まずは、ホイールですね、こちら履いております。そしてデカール、まあ、外装のステッカーですね。もともとのベースが商用車でよく使われたりするので、外装を少しですねアクセント加えておしゃれにしてます。そしてポップアップですね、まあ、天井の上にありますんで、上から見る景色はすごい綺麗かなと思います。そしてその上にですね、実はソーラーパネルを搭載しております。ソーラーパネルを搭載しているので、中の電装もですね、より長く使えるようになっております。いかがだったでしょうか。こちらリトリート NV ポップというんですけれども、電車はですね4駆のガソリンですねでご用意があります。こちらなんとお値段がこれだけ装備がついて、諸費用込み乗り出し価格で600でご案内いたします。ぜひこの電車ですね、厚木店の店舗に置いてありますので、ご来店いただきまして見ていただきたいなっていうふうに思います。今後もですね、こういったお得な情報であったりですね発信していきますので、ぜひ
チャンネル登録や高評価ですねいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは店舗でお待ちしております。